島流しになるとどうなる？島流し生活の真実。かつての日本には島流しという刑罰が存在しました。時代劇などで島流しの刑に処すといったシーンを目にすることもあります。では島に流された罪人たちのその後はどうなるのでしょうか。よくよく調べてみると島での生活はそれほど苦ではないとするものからまさに地獄など様々。一体どういうことなのか気になりますよね。今回はそんな島流し生活の真実についてご紹介します。もし興味深いと感じていただけたらぜひチャンネル登録もお願いします。島流しとは罪人を辺境や島に送る刑罰追放刑の中でその流刑地が島の場合に島流しと称されます。ただそもそも島国であり周りに小さな島が多数存在する日本の場合には島流しが追放刑を指して使われることが多いように思われます。他にも流罪や流刑、廃流、遠島などの呼び方もありますがここでは島流しとしてご紹介してまいります。日本の場合島流しは1908年に廃止されましたが当時は死罪に次ぐ重い刑罰でありました。一方で島流しには離島へ都の文化を伝播するそんな重要な役割を担う側面もあったようです。日本の島流しの歴史となると少々曖昧な部分もあります。日本神話におけるスサノオの寒夜来を最初の島流しとする考えもありそうであるなら非常に歴史の古い刑罰となりますね。記録に残るところでは殷行天皇の時代に兄弟で関係を持ったことから伊予の国に流された狩野王イラツメの事例があります。ただこれがしっかりと法制化されたのは奈良時代になってから。この時には島流しというよりもあくまで追放刑の意味合いが強く入る先も越前や伊豆、土佐、安芸など比較的近い場所でした。法制化とともに島流しにもより厳密に規定が設けられるようになります。入る先も刑の重さにより根流、中流、音流とその距離が異なり最も重い音流の場合には目安として京都から1500里となるようです。この当時の一里は現代の4キロではなく大宝律令による里イコール5丁イコール300歩ですから800から1000キロ程度でしょうか。先ほど島流しは死刑に次ぐ重い刑罰とお伝えしました。実は島流しは時代によりその捉え方が大きく異なるもののこの死罪に次ぐ重い刑罰という認識はどの時代も変わらなかったようです。それは刑期中はもちろんそもそも島に向かう途中で命を落としてしまうケースが多かったからでしょう。今のように交通が発達していませんし心もとない船の安全性も今ほど担保されていません。当然 GPS などもありませんから難破してしまうことも珍しくありません。また目的地までは長い船旅となり体調を壊してしまう人が続出、時には疫病が蔓延してしまうこともあったようです。陸路であれば途中で処置も可能ですが船ですからそれもできずにそのまま進むしかありません。島へ向かう途中の船内で亡くなる人も非常に多かったようです。江戸時代のある記録では生きて島の土を踏めたのが半分ほどだったとありますからまさに地獄船ですね。このようなことから
当時の人たちは島流しは実質的な死刑宣告のようなものと捉えていたようです。奈良時代から鎌倉時代の島流し。日本の島流しは奈良時代から鎌倉時代と江戸時代でその特徴が大きく分かれるようです。それというのも、その間の室町から戦国時代には島流しが消滅してしまうからです。その理由は乱世となり、幕府が弱体化して中央政権の影響が地方にまで届かなくなったことにあります。しかし戦国の世が終わり、天下太平の江戸時代を迎えると、恐ろしい刑罰として島流しが復活することになりました。資料によると、奈良時代から鎌倉時代の島流しの方が楽だったとするものと、いやいや、江戸時代の島流しの方が良かったとするものなど様々ありますが、それは流人の身分などにより異なるのかもしれません。島流しは原則終身刑のイメージがありますが、奈良から平安時代ではそうではありませんでした。入る先で1年間無事に勤め上げれば、戻すか否かを吟味され、それにより無罪放免か刑の延長が言い渡されたようです。仮に無罪放免となり戻ってくれば、ある程度の田畑が与えられ、そこから人生をやり直せたとも。また平安の後期には庶民が島流しに処されることはなくなったようです。その対象は反乱を企てた者や政争に敗れた者など、主に上流階級の人間へと変わっていきました。とはいえ、このような上流階級の人間の場合には、知識や教養、知名度がありますから、入る先では歓迎されたようです。島流しの期間中には官位に応じた給与ももらえたようですから、決して島流しが苦痛ではありませんし、人によっては楽園と感じたかもしれませんね。この部分を切り取りますと、奈良から鎌倉時代の島流しはそれほど辛いものではないとなるでしょう。ただこの当時は人口も少なく、未開の地も相当数存在しました。入る先がそのような未開の地になってしまうと、これは厳しかったようです。なぜならそこで生活するためには、その地の開拓からしなくてはならないからです。長旅を終えてようやく到着したと思ったら、木を伐採しての開拓ですから、たまったものではありません。しかしそれをしなければ食べるものもないのですから、これは厳しいの一言ですね。これも島流しがある意味では死刑と同じと目された理由の一つです。西暦1000年前後のある時期には死罪がなかったとも言われていて、これは島流しが死罪と同等の意味を持ったことにあるようですね。また先ほど上流階級の人間の場合にはそれほど辛いものではなかったとしましたが、これが権力者に対する反逆の場合にはその限りではありませんでした。打倒平清盛を企てた俊寛は絶海の孤島で自害し、後鳥羽上皇も沖で一生を終えています。この部分を切り取れば、この時代の島流しは地獄と言えるでしょう。江戸時代の島流し。島流しが復活した江戸時代、明確な資料が残っているのが江戸時代中期以降で、8代将軍吉宗の時に藤方お定め書きが出来上がり、島流しが法制化されています。それ以前にも島流しは存在しましたが、曖昧な部分が多いようです。ちなみにこの頃は遠投と呼ばれていて、やはり死罪に次ぐ重い刑罰です。入る先も
京都や大阪の場合なら隠岐、壱岐、天草諸島、江戸の場合には伊豆諸島の三宅島、新島、八丈島の3島が指定されていました。どうやらこの3島に指定される以前は絶海の孤島に送られ、食料なども調達できずに流人がすぐに死んでしまうことも珍しくなかったようです。また入る先に到着する前に命を落としてしまうケースも相変わらず多かったようです。江戸から伊豆諸島に流されるケースを見てみましょう。浦賀付近から南下して三宅島へと船は向かいます。順風であれば5日程度で着くことも可能ですが、大抵の場合に20日程度、天候が悪ければ70日かかったとの記録もあります。この間、船内での流人たちは縄で縛られぎゅうぎゅう詰め状態。その過酷さは想像以上だったことでしょう。やっとの思いで三宅島へ到着します。刑の軽い流人はここで新たな生活が始まりますが、刑の重い流人の場合にはここから再び八丈島に向かうことになります。八丈島に向かうにはさらに半年近くかかることもありました。それというのも、三宅島から八丈島へは距離にして100キロほど。当時の八丈島は外洋に浮かぶ孤島のような存在だからです。しかも三宅島周辺に渡るのが難しい黒潮が流れていたことも、八丈島への移動を困難にしました。当然、多くの流人が八丈島に到着する前に命を落としています。八丈島への島流しがまさに地獄だったことがわかりますね。島での生活に関しては、当時は島にも住人がいましたから、そこまで過酷なものではなかったようです。ちなみに流人の割合は既存の島民の 10%。基本的に村役人の指示で集落に配分され、そこで流人には流人小屋が与えられます。身分によっては空き家などが与えられることもあるようです。ある意味では島の生活は自由ですが、自活が基本ですので、生きていくためには食べ物を調達しなくてはなりません。流人は島民の漁や農業を手伝い食事を得ていました。ただ当時は数年おきに飢饉が発生しています。物資の乏しい島では飢餓で命を落とす流人も少なくありません。流人の生活は飢餓との戦いとも言えます。どこを切り取るかによって島流しが地獄か天国かは変わりますが、結果として命を落とす流民が多数いたことを考えると、島流しが天国とは言いにくい気がしますね。流人の末路。奈良時代から鎌倉時代の島流しの場合には1年という目安期間がありました。一方で江戸時代の島流しは原則終身刑です。島流しの生活に絶望して島からの脱出を試みる流人もいたようですが、ほとんどの場合は失敗に終わっています。では一度島流しになってしまうと、流民は一生島を出ることはできなかったのでしょうか？いえいえ、必ずしもそうではありません。本土に戻る流人もいました。それが赦免大赦です。幕府や皇室で刑事などがあった場合や、縁者からの嘆願がかなって罪が許される制度です。特に将軍が代替わりするような場合には、この赦免が適用されたようです。一説には、流人の4割が赦免の恩恵で帰還しているとも言われていますから、流人にとって赦免は絶望の中のわずかな希望だったのでしょう。ただし、
赦免が誰にでも適用されたかといえばそうではありません。一般的には最低5年以上島で暮らした流人が対象となりました。中には赦免までに数十年要し、その頃にはすでに島で亡くなっていたというケースもあるようです。反対に赦免に応じずに島での生活を続けたケースもありました。関ヶ原の戦いで西軍の副大将となった宇喜多秀家の場合がそれです。1606年に八丈島へ島流しとなった秀家は、1616年に刑が解かれ大名への復帰を進められますが、秀家はこれを断り八丈島へとどまりました。1655年、84歳で亡くなるまでの50年を八丈島で過ごしたと言われています。八丈島には現在も宇喜多の姓を名乗り、秀家の子孫が続くといいますから、秀家にとって八丈島は特別な地であったのでしょう。また島流しを経て見事に復活を遂げた人物もいます。伊豆へ流された後に鎌倉幕府を開いた源頼朝、隠岐に流された後に建武の申請を開始した後醍醐天皇がその良い例でしょう。島流しに遭い本土に無事に戻った流民、島に向かう途中や島での生活の中で亡くなった流民、島に根付いた流民、見事な復活を遂げた流民、流民の結末とはどうやら人それぞれだったようです。ただこの島流しからは、人間は周りの人々との共生で成り立つ生き物だと改めて教えられました。今ある当たり前は決してあって当然ではありません。感謝を忘れずに生きていきたいものですね。皆さんはどのように感じられたでしょうか。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。またこの動画が面白いと思われたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。